はい、先生お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、でもちょっとねやっぱりもっともっとあのプロ棋士の凄さを皆さんに知っていただきたいということで、はい、はい、やっぱりピオを2人にしたらどうなのかなと。ピオ将棋2人は一面じゃ物足りないと。ちょっと一面じゃちょっと物足りないかなって、もっとすごいところ見たいなって。2面は相当難しいよ。いやでもそうだと思うんですけど。いやできると思ってないですよ自分でも。いやいやいや何言ってるんですか。やっぱりね、やったことないもんだって。いや太一先生の凄さもっと見たいですということで、あとはさっきちょっとね指を動かしてるんじゃないかなっていう疑惑があったんで、はい、こちらを用意しました。なんですかそれは。手錠です。はい、あの手を前に出して、はい、これつけるの、これをつけて考えていただけたら、これはじめちゃんが将棋界から怒られる可能性が結構あるはい、やりましょう。ではよろしくお願いします。お願いします。では A の方が7六歩です。ピオ将棋が先手なので。はい、先手です。ひよこ2人で太一先生に向かっていくという。はい。じゃあ A が3四歩。はい。B が6二銀。はい。で A が6六歩。B が7六歩です。はい。じゃあ、A が8四歩。B が5四歩。はい。B が、あ、A が6八銀です。で、B が4六歩です。じゃあ、A が8五歩。B が、5三銀。はい。A が7七銀。B が4五歩です。A が6二銀。B が三二金。 A が二六歩です。 B が三六歩です。A が七四歩。 B が四二銀上がる。A が9六歩です。B が6八金です。ん？ちょっと待って、A が何て言った？ A が9六歩です。A が9六歩、B が？ B が6八金です。B が6八金。6八金。金。金ですね。じゃあ、A が、7三銀。はい。B が6二玉。 A が5六歩です。 B が4八金です。A が6四銀。 B が5二金。 A が7九角。 B が9八香です。 A が7五歩。 B が6四銀。 A が3八銀です。 B が5八金右です。
A が7六歩。B が5五歩。A が2七飛車。B が4八金です。B が5三銀上がる。B が5三銀上がる。はい。A が、取れてるよね。7七歩乗る？はい。A が7七同桂、B が7八銀です。B が7八銀。はい。B が5四銀。A が6六角。A が8五桂馬です。で、B が3七金です。B が4五銀。A が8五同飛車。A が1八香です。B が4九玉です。B が4四歩。A が A はね、8七飛車なる。A が7八金。B が4八玉です。A が7八同竜。B が B がねあれ何つってたっけ B が4三金左A が5八金 B が8六歩です。B が8六歩。B が3四歩。A が4八金。A が4八同金。B が5八金です。B が5八金。A が、B が3三桂。A が同角なる。はい。
自分ですよね。よかったよかった。ですよね。ですよね。よかったよかったよかった。よし、一人やっつけたぞ。一人やっつけたぞ。で、よし。B が47金、夜ですね。右ですね。あ、夜ね。はいはい。で、第1だけどなぁ。わかんない。じゃあ、まあ、もうこれからは B って言わないですけど、じゃあ、5四金。はい。1六歩。1六歩。あっ。ねえ、ちょっとね。1六歩ね。4五銀。あ、して4号じゃない、6号、6号。6号銀。6号銀。はい。で、9六歩です。9六歩？攻めるかな。5六歩。同金。同銀、右。同歩。同銀。8五歩。いやぁ。いやぁ。4号桂。3八飛車。5七歩。同金。同銀なる。四九玉。47金。48銀。待ってね、4八銀。あれ、4八銀か。ひえー、読み切れんな。4八銀か。うん、ちょっと待って、4八銀なら、じゃあ、どうなり銀。同飛車。じゃあ5七桂なら。7七角。7角。ほ。じゃあ、4八金。はい、負けました。やったー、勝った2つとも。いやー、嬉しい。できたね。できますね。できたね。さすが。いや、でもだいぶきつかったけどね。ちょっと、
もうこんがらがってた。正直言って、こう全部の盤面が思い出せるかって言われるとちょっとわかんないな。自分の中には交互じゃないかっていうのはあるけど、ちょっと端っこら辺が、いやいや、どっちがどっちだっけみたいになったな。いや、でもやっぱり将棋盤は頭の中にあるんですね。いや、あるんだね。あるんですよ。何個ぐらい盤があるんですか？いや、もう1個でいいよ。1個でいい。1個あれば十分。1個あれば十分。うん。じゃあ、ちょっと。うん、やることはできた。質問したいんですけど、まだ。え？うん。何ですか？いや、ちょっと自分の持ち駒とかっても、覚えてたりするのかなって、ちょっと疑問があって、あれなんですけど。そっちの人だね。そっちの人だね。やっぱりね、こう、どんどん、ちょっと、皆さんね、やっぱり気になる方もいらっしゃると思うんで、カッツはすごいなって思うんですけど。カッツだけじゃダメなの？カッツだけじゃ、やっぱりもうちょっと、あと少し、見たいです。はい。持ち駒、自分の持ち駒？はい、自分の持ち駒は、じゃあ、A から。A から、しかもちょっと待って、A から？はい。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。A から？はい、A からです。A からなの？はい。A とかどんな将棋だったっけ？A でしょ？ A は、持ち駒いけます。はい。金。はい。銀。はい。桂。はい。歩が。手順が効くかどうかですね。手だって数えられなかったからね。怒ってるけど。歩が、ですね。3枚。正解！よし！素晴らしい。これはすごいよ。これはちなみにすごいよ。B は ?B でしょ ?B はね、教えてください。B は、飛車、金、銀、歩が、歩がね、手順が効いてますね。歩なんだよな。歩がね、1枚。正解！超嬉しい。やった。はい。先生、お疲れ様でした。いや、外していい？もう。はい、外して大丈夫です。いや、これは、プロ棋士の、ちょっとこう。なんていうか、面目を保ったっていうか、なんていうか。そうですね、やっぱり、凄さを感じますね。これはなんか分かっていただける凄さかもしれないね。はい、いや、なんか本当に、いや、かなり、すごいものを見たなと思って感じたんですけど。緊張したし、疲れた。お疲れ様でした。でもなんか、いいね。でもなんか自分の訓練にもなった気するし。ああ、確かにね、脳内で、こう、作るって、みんな、詰将棋とかやりますよね。ああ、確かに詰将棋とかそういう訓練あるしね。今度ね、粒将棋でもね、ちょっといろいろやってみたいな。なんかいろんな、こういう挑戦系もいいですね。はい、ちょっとなんか、まあそんな、あんまりでもどんどんきつくなるのは怖いけど。今度はね、ピオ3人ですかね。いや、無理。でもなんかやっていきましょう、いろいろね。はい。はい、じゃあ、この動画がいいと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いします。じゃあ、また会いましょう。ありがとうございました。